麻雀遊戯王。さあそれではまずは A 卓対局スタートです。さあそれぞれよろしくお願いしますの声でこの麻雀遊戯王カップ2024麻雀遊戯王スポンサー企業対抗戦、まずは A 卓の対局開始となりました。座り順から紹介してまいりましょう。まずはちーちゃからピンクイオンの北村さんの手配、ちょっと苦しいか。ソーズで一メンツ、だから二メンツできてたよ。あ、本当ですか。うん、ピンズに差しもあるんで。そして、まあまあですね、ドラ三ピンです。うん、なんちゃはメイジャンク勝又プロ、シャーちゃんがラクシアチームの松原さん、そしてペイちゃんが竹書房の原プロの並びでスタートしております。あ、本当だ、ドラの三ピンありますね。うん、まあまあですね。ただ松原さんがもっと良かったな。本当ですか。うん、さあ両面両面も十分メンツはありません。こちらですね。あ、これは良すぎる。うん、これが一番いいかな。ちゃんとができて、まあカンちゃんのターツをちょっとずつね綺麗にしていければというところでしょうか。はい、そうそうそう、トップ取り、はい、というところでいつもより攻め寄りになる方が多いかなっていう印象なんですが。そうですね。まあ最初はねまだフラットな状況ではまあ普通に打てるんですけど、うんうん、まあ、トップの人ができた場合に、はい、その人をまくんないともうダメなゲームになるわけですよ。そうですね。このキャンちゃんはこの人抜けちゃったから2着狙おうとかができないんで、うん、まあ、その分無理しますよね、あのトップ以外の3人はね。さあこれでソーズ一面つく。いいですね。はい、さあおのおの進んできました。これでカンちゃんのターツは残して素直に打っていきます。そうですね。単位を狙うなら9ピン切りもありましたね。はい、どちらかのカンちゃんを外して、はい、ちょっと中膨れの6778の持ってる選択もありますか。ソーズ上の方をね、はい、5689引いてソーズ2メンツ、まあまあ3メンツの構想もあったんで、こちらですね。ここでチーピンキューピンときましたか。確かに、うん、ただこの後のここがローソーワンコだったのでいい選択だったかもしれませんね。お、本当だね。はい、はいはい、このピン引きはいいですね。さあ一気通貫なども見えます。勝又も、おー、勘違いは引いたんでかい。これはグッと手が引き締まるぞ。これぶつかりそう。あ、これね、さっきチーピンから切っちゃったんですけど。確かに。うん、まだ5巡目だったらね、9ピンから切ってもよかったかな。うん、9ピンがね、安全牌とかなら分かるんですけどね。うん、ちょっと安全っていうぐらいなんで。ちょっと中から切るには少し早いかな。ちょっと早いかな。というか、あとターツがね、まだあの不十分だったんで、はい、うん、チーピンからのローピン引きはちょっと見た方がよかったかなと思います。さあ勝又もいいシャンテン、手が伸びていく。ああ、いいじゃない。これでソーズがね3面付けになったんで頭固定ですね。はい、はい、さあこれで両冠、そして3面付け。こちらはねまだ両シャンテンですね。両シャンテンで残るところもちょっとペンチャンなども残っています。ルーピン切りでスリムにしましたね。いいと思います。お、北村社長、これね一通がほぼ完成になりましたね。チーピン引けば出来上がりだ。ただ勝又がイーシャンテンを形変えるかどうか、これどうしましょうか。カンリャンワンでリーチ打つつもりがあるならそうそう切らないんだけど、もう今カンリャンワンリーチドライチはしないと、はい、テンパタ、お、カンサンピンかな。ドラがカンサンピン、カンウーピンの選択できましたが、なんて控えめな選択。さあここはカンウーピン、そしてドラテンに構えました。ね、だってさ3ピン積もりは満貫だよ。そうですね、ドラですよ。そっか、これはね分かんないですけど、だいぶ性格がおしとやかな方ですね、これはね。これは性格で、うん、分かんないけどなんか強引に換算ピリーチも良かったかなと思うんですよね。ちょっとここの選択難しかったですが、これがどう出るか。そうですね、まあ、チーピンを持ってるところでウッパーピンのねメンタンピア会長みたいになってたかもしれないね。タンヤオ赤のテンパイです。カンウーピンは残り、あ、もう山にないな。ないんだ。ウーピンね1枚切られてて、はい、例えばそこがリーチしてきた時にウーピンがね出るかもとか思ったのかなって感じです。あー、もうなんてこった。残り1枚。なんかわかんないですけど、これやっぱちょっと素直に打った方がねいいかなと思う。これリーチかじゃん。振り点でいきますか。いっちゃおうか。ダメ。あ、一旦これで振り点ですが、リャンウーピン、メンタンピン赤ですね。ちょっとまずチャンス逃しちゃいましたね。あ、来た、3つ。これでペンチーピンはリーチか玉か。リーチだ。はい。さあ思い切ってまずはリーチの発生。さあ北村さんが松原さんとは真逆ですね。あ、そうですね。まるでおしとやかじゃないですね、これね。はい、やっぱりなんか、はい、あの松原さんは映像対局も初めてと言われてましたし、まあ、そうだね、緊張してんだろうね。あ、これウーワン行きづらいし、スーピンも行きづらいし、おー、でもスーピン行った。 あ、スーピンだ。あれ3ピン短期結構ある。あ、ないか。1個か、1枚です ね、残り1個だ。じゃあ一応上がれるかもしれない。チーピンは、あ、3ピンだ。あ、すごい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 。これちょっと北村さんがかわいそうだな、これ。ちょっとね、上がり逃しがあってからの、そうそうそう、一旦3ピン短期でタンヤを赤ドラドラ、ね、
ね、さあ北村さんのこれ捉えました。残り1枚の3ピン、ね、いやこれ満貫積もっといてよみたいなね、後で見たらね。そうですねまあまあしょうがないです。北村さんは非常にいい打ち方したので、うん、はい、ただ麻雀はねいい打ち方したからってねご褒美がもらえるゲームじゃないんで、難しいんですよ。そうなんです、本当にこういうことがあるのも麻雀というところですね。まああるというかね、もうこんなことばっかりですよ本当に。もうやなっちゃう。おお、かっこいいじゃない。はい、できましたね。フィンズ一目ずできたところです。さあトンの2曲に移ります。ドラはチュンです。あ、自敗が多い形、両冠といつも2組か。これはね正直、まあ、まだね展望8000点しか離れて、まあ、9000点かリーブコンで、はい、9000点しか離れてないんで、まあ、あまり焦らず、はい、ちょっと守備寄りにしつつ本質とかになったらいいかなぐらいですかね。そういう打ち方がいいと思いますね。やっぱねどうしても上がれない曲は上がれないんですよ、うん、そこで無理して放銃とかになるとねなんか余計損するんで、うん、まあ、例えばこんな手もらった時に、はい、まあ、あれかリーチのみ目指して頑張るっていうよりはやっぱね今井川さん言った通り、まあ、本一とかになったら前に出ようかなみたいなね、そういう余裕のある打ち方もいいと思います。どうですか8000点、うん、ただこのルールでの8000点はまだそこまでの離れたっていうところではないですかね、うん、まあ、今打っちゃった北村さんはもうリーボー付きで8000なんで、そうですね、まあ、1万8000広がっちゃったのかな、はい、なのでまあここからはねあまり失点できないなみたいな感じかな、うんうんうん、まあ、でもまだトンバのうちはいいか、中に打ってみて何倍いったら無理するみたいな感じになるかなと思います。それぞれ親を迎えた時にね、そうそうそう、どうしてくるか、ね、で親で頑張るぞって言ったってね親で絶対泣いてくるかもしれないから、はい、北村さんはねティーチャースタートだけに結構ビハインド背負ってね、うん、親が流れると厳しいですよね。さあ勝俣の手配はまだね、カンちゃん、うん、いろいろ残っているところ、一応いいシャンテンにはなってますかね。最終形がどうなるかです。うん、進んでいるのはこの松原ですね。いいですよね、また赤赤でね。これは原さんかな、はい、うん、ちょっとね、うん、なんかあまり目指すところがないんで手狭に受けたい手ですよね。そう、守備的に行きたい、アンパイは取っときたい。さあ先ほど放銃になってしまった北村、ちょっとまだね、うん、表情引きずってますね。いやいや今のはねまあまあもちろんね3ピンがいっぱいいたかもしんないなとかね思えば、そんなにチペンチピンだったんだね。おすげえ。さあこれで両面両面のいいシャンテン、これ面ピン赤赤きますよ、うん、これもう一回上がってその後の勝俣の打ち方とか見たいですね。あ、そうですね、うん、そうかそうか、1万7000ぐらい離れた後どう打つかみたいなのもね面白いんで。いや勝俣もねリー飲みなんですけど親だからね打つかもしれない、うんうん、どちらかというと先制で取れる方がいい、うん、そうそうそう、なんていうか、ね、相手が間違ってくれるかもしれないからね。あ、選択を間違っても放銃とかも含めてですね。シンプルにあの上がれる人が降りてくれればそれで勝ちなんですよね、はい、うん、特に、ね、あのリードしてる松原とかは親リーとか来ると大チャンスなのに降りちゃうかもしれないから。そうですね、そうそうそう、特にここまで の, の、うん、あのトン一曲のちょっと打ち方を見てると、うん、もしかしたらちょっと引く選択もそうそうそうあるいそうかもしれないですね。なんかおしとやかに打ってたんで、うん、そうゴリゴリ来る系だったらね別に知らねえわ俺の手めちゃめちゃ降りる意味ないしみたいに来られちゃうけど、はい、いや今トップ目でおやりかみたいなのね危ない牌持ってきちゃったなって時にの降りてくれるかもしれないから。なるほど、ただ降りずにまっすぐね向かって来られたら大ピンチになります。そうですね、ヒヤッとしちゃいます、はい、いやこれ、ね、原さんも降りたね多分ね今ねパースを合わせたもんね。原はもともと厳しい手、うん、はいはい、これでリーチかな。あーさあ入ります。さあこれでイーマントリアン層のシャンポン待ち先制リーチが入りました、はい、リーチのみだし、はい、なんかシャンポンのね片割れのリアンゾも1枚切れてるし、うん、全然嬉しくないリーチなんですけど、さっき言った通り、まあ、降りてくれれば勝ちのリーチですね。ここが両面から埋まったりした時どうなるのか。カンローマン、まあ、カンローマンといかないかな。赤もないですもんね、打点もない。そうそう、でここは行きたいんだけどこれよ、まず数層か。そうですね、これは現物が切れる形。あれでもいいピン切っちゃったよ。いいピン、うん、いいピン切っちゃったのはサブローピューキがなくなっちゃって、はい、これでまずリーチちょっと成功ですね。素直に進めてたら、そうです、ただ現物ではある数層なので、うん、そうなんで積もった、リーチ積もう。裏ドラは1枚2000オールの上がり。いやーこの上がりは嬉しいな。そうですね、なんて言ったってリーノミグ系だからねそう、うん、こういう2000オールは本当に嬉しい。シャンポン積もれたことも1枚乗ったことも本当に嬉しい上がり、ね、
まあ、こういうのがあるから親の先生リーチっていうのは、はい、そうですね、しっかりまっすぐかけていった方が、うん、方がいいと思う。なんていうか絶対勝てるわけじゃないけどマシって感じ、あれをダマ手にしちゃうとまあなんか全体的にちょっと弱いなみたいな感じなんですよ。周りにも進まれちゃいますしね。あ、そう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 、そういうことだね。なるほど。さあこれで連チャンになります。トンの2曲一本場勝又の親番が続きます。でも原さんしっかり降りてましたからね、落ち着いてます。はい、はい、で周りをしっかりと見てますね。そうね、リーチの前からちゃんと降りてたからね、はい、うん、3番アンコウドラ受け両面あります。うわ、形はいいぞ。いいじゃない。でもね、ここも松原かな、はい、なんかネームプレートが全員黄色なんですね。あの反射して見えないんですよね。そうなんですよね、字が全然見えてね。そう、これ原ですね。ちょっと指で判断しましょう。一応左にロゴがピンクイオンと書いてある。本当だ、本当だ。 そこで一応俺を判断してんだけど。さあ勝又も助っ人で呼ばれたからにはね、うん、まあ原もプロではありますけどやっぱり大先輩としてはね、はい、ここではしっかりと勝ちたいところ。ただ現在は松原がそうですね、はい、リードしています。でもあれだね、原さんさっき勝又とやりたいって言ってたから、そう、本当にその心意気に応えたってことだね。答えた、確かに勝又が多分こんなにすぐね対決になるなんて。そうそう、あ、そっか、2人いるから、うん、どっちが先に行ってもいいけど、 それを選手を選ぶのはそっかチーム内で相談だから、うん、答えたんだ。多分原さんが出る、じゃあ俺行くわみたいな、まあ、逆かもしれないけど勝又行く、じゃあ私行きますみたいな、分かんないけど、うん、このなんか嬉しいですね、こういうところで戦えるのは。なるほどなるほど、うん、やっぱってね、勝又と戦うなんてさ、なかなかないです。A1 リーグに上がるか、タイトル戦でめっちゃ勝ちまくって上の方で当たるかなさそうじゃん。あとラン和戦とか、あ、でもまだ年齢的にも若いと思うんで、なかなか一緒になるタイトル戦も少ないと思うんですよね。ですよね。さあそういうね、連盟内でのちょっと対決も見どころの一つとなっております。うん、そうだよね、だって連盟だって今もうね、800、900人ぐらいいるわけですよ。すごい人数います。なかなかね、トップの選手と当たれないですよ。うん、ただね、本当堂々とした打ち回し、しっかり馬強を見てね、腹を進めています、うん、そうですね、最強戦も見たけど、なんかすごく、若いんでしょ、多分。あ、そうです、そうです、ね、なんかあんまり、まあ、島田プロになって1年、はい、2年ぐらいかな。あ、短いの割にはすごい打ち慣れてるというか、うん、うん、なんか表現がちょっと難しかったけど、すごい打ち慣れてるなって感じはしましたね。はい、さあ、手牌がそれぞれはどうか。今1段目が終わったところです。この曲はなんかあんまりこの人いいぞって人があんまりいないかな。一応一番速そうなのは勝又かな。じっくり進んでいます、この手配ですね。うん、やっぱりヤンメンが3つあるんで、はい、うん、あとはここもイシャンテンですけどね。あ、テンパった。でもこれさっきから見てるとこれは一旦外すか。なんてこった、いった、別人のようなリーチが来たぞ。へえ。いいですかね、一番最初はやっぱりトンの一曲は緊張してて、緊張してたのか、うまくこうリーチっていう声も素直に出づらかったのかもしれないですね。そうなのかって感じしてきたね、うん、今の換算はリーチ見て、換算はここに3枚ピンチ、3枚残り1枚は、うん、1枚はいるか。さっきもね3ピン1枚のやつ上がったし、はい、曲がれるかもしれないけど、勝又はこの曲降りないですよ、うん、このチャンスは。いや、そうなってくると向かってくる親の勝又、うん、怖いぞ。これね、3ワンカーンとか言われたらもうね、その瞬間から確かにもう振り込みます。絶望ですね。そう、絶望よ。あ、やばい、来る。ありえるよ、でもこれ。さあ、盤石のイーシャンテンは勝又です。いや、ちょっとテンパイ外してればな、想像に連続で引いてるな。ねえ、本当だ。ねえ、外してると三蔵頭になって一発を一発もだったか。あ、ちょっとなんかね、この結果が確かにさっきからなんかあまりにもすぐ恨めるんだけど、はい、なんていうかね、これはでもやっぱなんかちょっとトップ目でリーチのみは危険でもあるし、そうなんですよね、赤もドラも自身から全然見えてない状況で押し返し不安ですよね。そう、あとね、一応ね3色あったんですよね。あ、3はなくなっちゃった。あ、さあこれで上がり牌がもうありません、うん、松原の3万。いや、これはもう勝又だって降りてくんないもん、これ。これは、まあ、そっか、うん、あ、分かんない、順目によってはね、はい、うん、やめるかもしれないけど、まだリアンゾぐらいいっちゃうでしょ、うんうん、これ来られちゃうとな。ただこれもリーチの効果で勝又が、はい、まあさすがにもう一回今ほとんど並び出しみたいな感じで降りてくれることもあるんで、この換算リーチがいいこともある。一つ一つのリーチの効果が絶大ですね、うん、そう、本当にそういう効果が出るかどうかって結局相手を引く範囲によるんだよね。危険筋2つとかになってくれれば、うん、うん、ここら辺でやめとくかはありえるんで、安全にね、まだギリギリ
進められているので、うん、手を崩せずに、あ、崩さずにね、勝又は今いますけど、リャンズはね、プチプッシュだけど、はい、この後ですよね。だから数案が危ないんで、ここでね、例えばちゃん危ない、はい、引きました。うん、これまずテンパってもないのに無筋の数案キューピンいけるの、いかない。これでこれはリーチでかかったですね。ナイスリーチになりましたね。まあ一発もというか、なんかちょっと何とも言えないんだけど、まあ、ただね、外す選択はね、何かとしたチーソー切って黙手にしてても、今勝又が降りてないから、はい、まあまあせめてね、チーソー切ったならリーチが良かったってことになりましたね。うん、ほう、これは形式テンパイかい。あ、筋切って、はい、さあこれで E 万と9万役はありませんが、形式テンパイ取ることができます。サボりませんよ。いいですね。いいんですが、あと、背景が自分に来ちゃうから3巡4巡かしのげるかどうか。そうそうそう、ちょっとね、安牌ばっかり持ってこないときついんで、はい、でもうまくテンパれたら大きいですね。はい、このままテンパイ取れたらか。なかなかね、先生が取れるような手配が腹は来てないので、うん、そうだね。お、これ筋、このテンパイ脳天も大きい。大きいですね。お、でも北村さんもイーシャンテン来たね。急走が一応危ないのか。勝又は降りているので、そうですね、もうチュンもションパイで読めました、はい、さあどうか、最後までいけるのか。何持ってきた、スーピン、あー、ローピンがあんこでワンチャンスってことかな。なるほど、あ、イスピア通っててスーチピンがワンチャンス、うんうんうん、いきましたね。でも、あ、勝又がチピン通してるか。あ、失礼しました、本当ですね。うん、じゃあ筋だ、中筋でしたね。まあ中筋だから通るわけじゃないけど、そうなんですよね、はい、比較的切りやすい。うん、おお、いけた、いけた。あと1巡かな、背底があるんだよね。あ、そっか、背底だ、うん、背底角があるかもしれない。でそれさえしなければ大きい、うん、このテンパイですが、 E1 はなくて Q1 が、 Q1 が1個あるのか、あ、ないや、もう背底角はなかったです。ということで、アンパイを持ってこい、履いて。ただただ取る牌さえ持ってこられれば。おー、よかった、ね、かった。ナイステンパイ。さあ、形式テンパイ見事取り切ることができました。うん、さあ、ここは松原、そして原の2人テンパイで流局です。うん、こういうね、テンパイ取りとかもね、うん、しっかりしてていいと思います。はい、さあ、流れて、トン3局になりました。日本馬、京卓が1本です。さあ現在トップ名、まだね、大きなリードというところではまではいかないんですけれども、はい、さあこの松原の親番になります。あ、手配良さそうですね。ただ統一が多いか。ここはドラドラじゃん、パーピンドラだよ。あ、本当だ。うん、いい、なんかすごい松原今のところすごい恵まれてますね。仕掛けていく方針もあるのか。仕掛けたのカッチャが先仕掛けました。あ、本当ですね、うん、初を仕掛けていきます。正直残ってる牌は苦しいが、そうね、赤ドラだから泣いたって感じかな。はい、これね、ここドラドラだ。うん、これ仕掛けるなら、あ、Q1 の方にしたんだ。 E ピン、リャンピンとかね、まあ、とにかく単位方面に行けば一応仕掛けられますね。はい、3万、チーマン、他にもね、結構仕掛けやすい、うん、お、ところもあるのかな。でも、お、早いんじゃない。誰だ今のは。今のちょっと前だから、あ、北村さんか。北村さんが、うん、結構いいシャンテーまで来てます。腹もいいんですよ。あ、これみんな結構良さそうですね。みんな違ってみんないい。みんな違ってみんないい。お、みんな個性がある。これも赤赤だよ。あ、これ打点も伴うから、ここはまっすぐ行くでしょう。でも一応いいシャンテーなのは北村さんですね。これで9ピンチーピンを払っていくかな。想像変化めっちゃ多いんでね。はい、まあ、いわゆるパイコ率は9ピンしかないんですが。うーん、パーピン引いてパーピン積もろうみたいに考えてるのか。おお、なるほどね。うん、2枚パーピンを、ね、まあ、6ブロック感覚で、そうそう、パーピン引いた時のリーチは逃さないぞ、だけど想像伸びたら9ピン切ろうみたいなね。まだ選択がどっちもできるってことですね。っていう感じですね。はい、だからその5ブロックのイーシャンテ目指さずに一応そう全部こう見たみたいな感じです。受け入れを全部残して、目いっぱいですね。この形です。これですね。ウーピン引いた時どうするんだろうな。リーチ行くのかしら、カンパーピン。どうなんでしょう、行きそうな気もしますけど、ね、そうですね、全然、うん、行ってもいいと思います。勝又が受け残りのイーシャンテ、はい、2風呂しています。あ、松浦さんがあんまり進んでないんですね。はい、ドラドラなんですが、ただ親番しっかりと進めていきたい。お、うん、さんもね、一応両面3つのヤンシャンテン、これはつもぎりか。うん、ちょっとね、この手は降りづらいですね。なんか下茶が仕掛けてるとはいえ、やっぱ自分が加点して、お、これでドラ重ねれば満貫テンパイですね。はい、貢献になっていきます。ただドラが1個しかないの、残り1ありますね。ただ、うん、1個だけあるね。お、イーシャンテン取れます。リャンワンかスーソーギリ、スーソーギリ危ない方から来た感じかな。そうですかね、リャンワンは
あれは危ないんだけど、一応数字がかかってるんでね。うんうんうん、大岡ちゃんもこれ結構ウッパビン引きにかけた感じだね。もう形だいぶ決めて何を残していきました、うん、そうだね、まあ、何匹でもテンパるけど、はい、原さんこれリーチしたいな。いやここまでねなかなか展開恵まれなかったので、この勝負手はあこれで、あらはらが欲しかったローアンこっちへ。おでもどうこのパワーウッパビン移動系はねめっちゃこだわってますね。本当ですね、うん、ここでもキューピンなどには手をかけず、そうですね、まあ、欲張りだほう、欲張りだほうですね、これ性格がきっと出てるでしょうね。うん、なんかねキューピン切りの糸とかパワーピン引いても一応ねあの使えるんでね。あそうですね、そうそうそう、1枚だったら普通に使えますよと、はい、そういうことですね。他のくっつきをねやっぱ消さないっていうのが、まあ、これだとねやっぱなかなか他の部分伸ばしづらいんですよね、はい。おおドラタンの満貫テンパイ、これでパワーピン残りまだ1枚のままあります。ドラドラの松原さんがあんまり進んでいない、そうなんです。さあ初赤ドラでドラ待ちになっている勝又満貫のテンパイ、ここはどうすんの。マンズ伸びがあるからさすがに9ピンか、さすがにここでか、さすがに9ピンだ、はい、うん、これでチーピンが頭になる構想ができましたね。さあすでにテンパイはこの勝又です。いや本当に伸びない、ね、苦しい。サブロッキーは引けるか、引け字、ザーハラもこのイーシャンテンです。これもねマンズがね3、4、6、7引けばね両面リーチ面単品打てるんで結構北村さんもチャンスじゃない。勝又は現状ここでリーチが来たら、うんうん、今の天境的には、うん、まだトンの3局、はい、ということなんですけど、町的には弱いですよね。町、うん、はね、すごく弱い、はい、最弱まである、最弱まである、うん、なんだけど、まあ一応打点はある。あと北村さんに来たらね、あんまりピンズが3ピンしか通ってないから、うん、ちょっと押すかもしれないね。腹からはどうですか。腹リーチかアンパンあんまなくない、ないです、ね、だったらまっすぐ行く。あでもヤンピンピンが来た、最高最高のローアンにいた最高の3面ちゃんサブロッキューワンになりました。うれしすぎる、これは大チャンスきたね。でカッチャンでもね9ワンとかは打っちゃうんじゃない。サブローアンはどうするかわかんないけど、さあメンピ、あーローアンこれやめるんじゃないかな、さすがノータイムね、はい、はい、ピンヤンピンあってよかったね。さあリーチピンフ赤赤サブロッキューワン待ち高めたん4もつきます、どうかね。今ねローアンカッチャンとこ行かなきゃね。さすがにね、ローアン引けただけ嬉しいということで、あ、まあそうですね、はい、そうだそうだ、あとは積もりましょう、うん、とりあえずね、もうアンパイを切って、はい、これでアンパイゼロになりましたね。この後ですよね、はい、見せていただきたいです、はい、その技を。あ、これは E1 を素直に行くかな、はい、これ9は危ないね、普通に。で、そうですね、うん、入り方によっては G1、あ、そっか、来た、あ、来た、しかも相手の上がり牌を引き入れてのリーチだ。さあ、これでローピン切り、うん、ちょっと喧嘩目がちっちゃいのであまり枚数すぐには言えないんですけど、スッチュワンもまあなくはなさそう。サブロッキューも垂れてはいますが、さすがに枚数的には、あー9、9は打っちゃうよ、しょうがないね、ドラドラだし、そうなんです、はい、しかもこの親でね、うん、ピン赤赤裏はどうでしょうか、乗らず、ただリーチピンフ赤赤漫画8000は8600の上がり、さらに強託ついてきます。さあここで大きな一撃、うん、さあ原の満貫上がりです。トップが原に変わったかな、さあ続いてそのまま自身で親を持ってきた形になりました、うん、351トップ目。さあピンズ4連携です、ペイとイツ、ここは赤の両面ターツが1枚、あ、3連ちゃん、あ、3面ちゃんの形あります、いいですね、北村さんでしたね、はい、チュンガとイツ、ドラはローマン、勝又またチューンから仕掛ける形はあるのか、こちらが、こちらが松原さん、あ、そうですね、はい、今ホール上に回ってしまいました、はい、こちらが原さん、圧倒的に北村がいいですね、いいですね、はい、とりあえず1個1回ぐらいはまだ全然トップ争いできますね。やっぱりこの対局にかけてね、原は今日わざわざ関西から来てるわけですから ね、はい、ね、大変だよね、気持ちもまた違いますよね、ま、気持ちがあるからハイパイとツモが良くなるゲームじゃないから ね、 そうなんですよ、そうなんですよ、やっとさっき一つ上がれたものの、またちょっと苦しい手配をもらっている原です、まあ、北村さんもいいシャンテになってましたね、はい、
そして松原は先ほどの勝負でなかなか実らずの展開でした。まあ、しょうがないかな。今のはね、逆に言うとよくまっすぐ行ってましたよね。はい、はい、しっかりとね、単野を出仕掛けに行きましたね。はい、松原さんもいいシャンテンになったか。いいシャンテンが2人ですね。あ、本当だ、うん、はい、これです。これもね、さっきと同じように想像を広げに行く手があるんですよ、はい、ただこの現状のイシャンテンをキープする手もあって、さっき見てるとこれなんかマンズ切らなそうなんだよな。このままつもぎりになりそうか。で、まあ想像ね、うん、なんかこれさっきと似てますよね。だからピンズの狭い形だけどイシャンテン、そうですね、そうそうそう、シャンテン数を落とさない。そうですね、そうですね、そういう、まあイメージ的にはそういう打ち方してますね、北村さんは。ただね、ソーズがあまりにも枚数多いから、意外とマンズ1枚ほぐしの方が、まあ、いい時は多そうだけど、でもズバッとローワンとか引けば問題なし。難しいですね、変化がやっぱり多い、うん、顔に出てますけど、うん、そうそうそう、ね、難しいんですよ。まあ絶対こっちじゃなきゃダメってことはなくて、やっぱダイレクトで引いた時が大きすぎますからね。そうそうそう、そうね、スピードを重視するとこの北村の打ち方になるのか、まあ、スピードっていうかテンパイかな。テンパイか、はい。でもなんかつま上がりまではどっちが早いかはなんかね、本当にそうみたいな感じ、はい、ね、この選択、お、いいじゃん、最高、ナイス、危ない危ない、うん、ほぐさなくてよかった。素晴らしい、まあ、そうですね、キュアンビギリでほぐしてればセーフだけど、はい、ウーアンギリでほぐしてると今グダってますね。グダってました、はい、こんな表情出るんです、まあ、でグダってましたね。そうくっつきとかになったらば、これでもめちゃめちゃチャンスじゃないですか。はい、さあここでサブローワン町北村から先制リーチ入ります。あー、でもここに3枚持たれてて、2枚持ってる人もいるから、山に2枚かしら、こう自分で6、そうですね、川にないので2枚か、ね、まあまあまあ2枚はまあそうね、期待はできる、いますというか降りてほしいな、全員に。そう、でもまあ降りて山との勝負です、ね、あ、そうそう、わかんないけど、まあ、真っ直ぐ来られてサファグブロは余ってくれないんだけど、リーチ単葉ピンフ赤、そしてドラもあるぞ。勝又はこの曲も我慢ですね。お、ちょっと何、ローソーか、ローソーじゃダメか、ローソー、まあ、9層現物なんだよね。あ、しかしパーピン、お、パーピン、パーピンってなんだ、パーピン、あ、9層現物じゃないんだ、ごめん、9層現物じゃないもののパーピン、パーピンも現物じゃないだよ、ね、この中から、そうですね、だよね、9ピン3巡目。おお、だからチビ引いたぞ。あ、すごいすごいすごい。どうすんだ。この選択が、あ、でもパーピン、パーピン。降りてのパーピンなんだね。じゃあ2枚あるからかな。他に切るもの。まあ確かにサブロケース通ってないんだけども。はい。そうかそうか。まああまりにも全部通ってなくて。なんか苦肉の策で、そうね、端っこに近い2枚を切ったんだ感じですかね。あ、うん、あ、でもこれはなんかベタ折りとしてはなんか正しいかもね、うんうんうん、その1枚急走打って次もう1回他の筋打つぐらいだったらパーピン2回の方が良くないみたいな。そう、しかも2回しのげるのが大きいですね。そうそうそう、それが、うん、だからちゃんとなんか麻雀勉強してる人の折り方って感じはします。うんうんうん、自分たちの、うん、そのラクシアの中で、うん、の勉強会、はい、みたいなのにも参加してるっていうことだったので。そうですね、僕ね実はね一回先生で行ったことあって。え、あ、そうなんですよ。ちょ、もう早く言ってくださいよ。はい、いや、なんかあんまりオープニングで喋るとまたイビに怒られるなと思ってやらなかったんですけど。そうだったんだ。そうなんですよ。え、はい、じゃあこの勉強会にちゃんとプロの人を呼んで勉強して、はい、あの講師としてちゃんとギャランティー払ってちゃんと呼んでます。だからすごいちゃんとした、そうなんだ、はい、みんな麻雀のなんて言うんだろう、熱がすごいというか。ああ、学びに来てる方たちですか。そうそうそう、あの、いや、みんなね、あの麻雀大好きで、うんうんうん、ちゃんと社内に全自動卓があって、そうそうそう、すごい、すごいんですよ。あ、3は出ちゃった。ああ、なるほど、打ったのは誰だ。リーチ単葉ピンフ赤ドラ、あ、松原さんか。松原さん、うん、ちょっとで切るものがねなくなっちゃいましたかね。多分ちょっとあと形が整ってきちゃったっぽかったね、今見たらね。さあ松原さん、ちょっとね最初は上がりあったものの放獣放獣と続いてちょっと厳しい展開になってきたか。そうですね、北村さんがこれで一応戦線に踏みとどまった感じですね。はい、はい、さあこれで難入したところ何の一曲です。ドラはチーソー、うーん、いや腹がまたね手配がね、北村赤ドラあるんでこれは何本していきたいですね、はい、さあここも両冠たちメンツもできています。お、松原さんもこれね、いいじゃんね。はい、キャンメンいっぱい。さあまたね、この腹がちょっと厳しい手配をもらっています。確かにねえ、
あー来たー、赤赤ドラになった。さ、これは嬉しい。どの形でもリーチとなるか。そうですね、もうイーシャンテンなんですけど、はい、これはでもね、イーシャンテンがリャンカンとカンチャンなんで、はい、ナンはポンした方がいいと思いますね。あ、なるほど、うん、仕掛けて、うん、役をつけてからより形の変化ということですか。はい、そうですね、イーシャンテンがまず広がるし、うん、親マン、ね、泣いても親マンだし。そうですね、うん、あ、これで自然にローは切って、ナンはポンテの形になりましたね。はい、いやいや、チャンス来たじゃないですか。さあ、ここで北村しっかりと上がって爪痕を残すことができるか。上がりたいですね。桜ナイツも協会もいつもお世話になっている。そうですよね、はい、ピンクイオンはね、あの堀慎吾もあの M リーグトップ取った後、はい、あ、そうだ、一気飲みしてますから、はい私もあの関西のゲストとか行くと、うん、お店に結構置いてあることも多くて、はいはいはい、うん、あと M リーグの会場の冷蔵庫の中にも入ってたりするので、はい、あの勝手に飲んでます。あれですよね桜の、4選手のラベルが貼ってある、うんうん、そうだそうだ、でも一休さんでね販売してたりもしてます ね、 そうですよね、仲良しですよね仲良しなんですかね。仲良しでしょ、一休、うんうんって言って、はい、ね、いつも2人で一緒にいるイメージありますね。いやでも俺がお客さんだったらもうオカピーのしか買わないけどね絶対。これもうみんなそうやってオカピーのばっか買うから、うん、あの入荷に差が出ちゃうんですよ。まあしょうがないでしょってなんであの4人の中でさオカピー以外を買おうと思うのかちょっとちょっと俺にはあれ分からない。村上のその調子です。あ、ありがとうございます。今イーピングに褒められましたイーピング、ちょっとスマホいじりながらそんなこと言ってますよあのイーピングマージャン分かんないんで多分僕のトークだけでおもろいかどうか決めてると思うんで、はい、さあどうでしょうか。うん、カッチャもちょっとね赤ドラなくて、まああんまり前に出たい手ではないですよね。さあ、ここでマンズ、そうそう、イーシャンテンですね。あ、イーシャンテン、よかったよかった、はい、なんか綺麗にメンタンピン系になってきましたね。これは苦しいところからやはりピンズの本位に向かって、こういう手はねこういう風にした方がいいですよね、アンパイも持ちやすいし。あ、来た、これリーチだ。さあ、今言えたけど、うん、リーチ、サカンパスでリーチとなりました。打点はあります。うん、いいじゃないですか。しかも誰の手の中にもパーソーがないので山に2枚、山に2枚。さあ山に、ま、受けるのはこの松原、どうしましょうか。いやちょっとね一応自分親番残ってるしね、はい、あでも両ピンっていうのは一応数ピンが早いからかしら、はいはい、そうですね、うん、ベタ折りではないですね。はい、おお何まで来たよ。うん、またはさすがにこの曲はまあ大体いけないでしょうね。テンパったら地層勝負のつもりだったんでしょうね。なるほど。だけどここで現物のパワーピン切りましたね。さあそうなると一人旅になお、お、いやいや名本チートのイーシャンテンだ。うん、ウッパーピン引けばこれは大チャンス。苦しいところから手をねここまで仕上げてきています、うん、原いい打ち方してますよね。さあこのイーシャンテン、どうだ、なんか違った。初か、あ、初いて、あ、ちょっと無理だ、うん、それは無理無理無理、いや無理か、わかんない。さあカンパーソー対このねピンズの本一を仕上げられるかです。そうですね、普通にあのメンホンチートのイシャンテンだし、普通にメンホンのあのメンツテの本一のイシャンテンでもあるから、さすがに初は切っちゃうよね。シーマンは気なくさいけど、まあ切りますねこれぐらいは、はい、さあ行きます。パーソーまだ消えてないんじゃない。そうなんです、まだ2山のまま。いいね、なんか3段目に入って山2枚ってね結構積もりそうなイメージあるけどね。はい、ここで一発ね、大山でしっかり、あーあーテンパった、なんだこりゃ、チーソーで掴んで急走引いてパーソー引いて、すごい回り回ってテンパイして、ね、しかもカンパーソー積もってね、これはちょっともしかしたら松原さんのチャンスに変わった。スーチーピン、スーチャーピンは場には1枚しか出てないですね。持たれてんのが1、2、3、4、5、5、6、6枚持たれ、2枚かな、うん、2対1、うん、2対1だね。さあ見事ピンクイオン飲んでチャージしてますよ。あ、ちゃんと宣伝までね抜かりなく、スーチーピン対カンパーソー。いや、ここで北村さん負けるときついぞ。きつい、まだ耐えてます。うん、耐えた、耐えたっていうか上がりたいこれは上がりたい、このパーソー上がりたい、1枚だけど、まだこの構図で補充したくないぞ、ね。原さんはそろそろギブアップかな、はい、さすがに2件リーチ、うん、まあ、トップ目ラソーヤもありますからね。そうです、はい、
もともとね、ハイパイもね、あんまり良くなかったし、はい、そうそうそう、むしろここまでなったのがね、お見事でした。素晴らしい打ち方でした。さあ、まだパワーソーもあるぞ。スジビもあるよ。はい、うっそ。これで両者1回ずつか。あ、ガチャ張ってるし、あれすげえ、当たり牌短期で転敗しました。さあ、ここは見事回り回ってそれぞれがね、うん、え、てかカッチャン、これ最後チーピン1個あるんじゃないの。ちょっとやめてくださいよ、ね、ハイテーツも3色満貫だよ。かっこよすぎるよ。ちょっと待って、力入ってない。あー、かっこいい、これかっこいいね。いやー、なんか気合入ってた。こんなことあるのか。珍しくカッチャン気合入ってない。気合入ってました。正直インシャンテンの時から、ね、めっちゃ力入ってたんですけど、なんかね、これね、多分積もったらかっけえな俺って今思ってたからで、しかもおっかけチーピンだったらいいなと思ってるはず今、絶対。後で聞いてみる。いや、もう顔が俺かっこいいの顔してましたよ。いや、でもそうだよね、今めちゃめちゃ良かったね。いやー、すごい。うわ、これ北村さんと松原さんが厳しくなりましたね。本当ですね。そう、北村はもう親番がなくなりました。親がなくて、トップ目が395、北村さんは2万5000差ぐらいになっちゃったね。あー、2万5000差、ね、残り3局です ね、 ね、とにかく打点を作って、そうですね、はい、手配を進めていく形になります。ドラはローピン、何の2局になります。さあ、今度は勝又の親番、見事な上がりを決めます。いやー、なんかちょっとね、っとよかったね、なんか最後積もる前のあの感じの表情のため具合が、ため よかったよねすごい、あ、久々にあんなにためてる勝又さん見た気がします、ねね、さあ、見事な上がり。ただここからね、どう曲を回していくのか。かっちゃんは親なんでね、とりあえず、はい、まずは普通に上がっていうか、チャンスだし、まあまあ、さあ、この手配です、うん、赤の1枚、ここで上がって決めるぞみたいな気持ちの方が良さそう。6チッパなども見えるか。あ、でもチート見なかったね。4トイツだと、ね、うん、4トイツでドラのローピン1枚浮いてるんで、チートとリアンシャンテンには取らず、うん、やっぱチートいって上がりづらいけど打点はあるんで、はい、残す手もありましたけど、メンツ手を強く見ていきました、はい、さあ、これでさらに進む。あ、3ピン、うん、これはメンツ手にして嬉しいですね、はい、うまく6、7、8の3色になればね、はい、原さんも、まあ、この手は一応上がりに向かいたい。ドラもある、両面いっぱい、そうですね、メンピン、ドラなどでね、普通にリーチといければ打点は伴うんですが、はい、あと北村さんはもうなんかこの曲はお休みってもうできないぐらいの点差になっちゃったんで、いてててて、なんてことだ、ピンズでいいペーコーできとった。そうか、そうですね、全部参加して、全部なるべく打点を伴って参加していかないとですね。そうです、あの北村さんの場合はじゃあ自分が上がらなかったら誰か上がっちゃうわけじゃないですか。それが勝又とかだった場合もう終わっちゃうんですよね。さらに差が広がっちゃいますね。そうそうそう、だから相手が上がらせないプラス自分が少しでも加点する、うん、まあ、1000、2000とかでもいいから、とにかくこの曲ね。なるほど、うん、さあ、これで両冠ができた形、目いっぱいですね。何切っていきま す、ね、まだ親あるんでね。お、一応単位青になって嬉しいかな。これね、確かにそんなに高い手ならなそうだけど、なんかお休みしてらんないんだよね、はい、まあ、赤1あって、ドラ持ってきて両面になって、そうですね、そうですねになったら最高ですけどね。最高。おー、カンオピー、はい、あ、一通も見えてきた、一応さあ、急走切りの選択です。うん、すごい顔が険しいですね、ずっとね。ねえ、トーン1曲の報酬後からなかなか。かっちゃん、これ大チャンス来た。さあ、これ大リーチだ。さあ、まずは先制リーチ、先ほど上がってトップ目の勝又からさらにね、追い打ちをかけるようなリーチです。そうね、追い、まさに追い打ちって感じだね、これは。つらい、リャンウーピン待ち。なんかな、こういうのもね、普段のマージャンだったらこれはさすがに立ち向かえないからしっかり降りようってなるんだけど、はい、もうなんかもうすでにそういう状況じゃない人 もう出てきてる。北村さんあたりはね、しっかり降りようは、まあ、でも手が手だから無理か、いくらなんでも。松村さんあたりもうちょっと頑張ってもよかったけどね。いきなり現物の EP を抜いて順目はあるけど、もうなるべく、あ、リアンピン切った、 あららららら。さあ、ここはリアンピンが出てしまいます。そっか、粘ってたってことか。うん、EP を切ったけど、うん、ベタ折り嫌だったんだ。さあ、リーチピンフドラ、裏もありますね。1万2000だ。めっちゃでかい。いやー、これは各社にとってもう走られちゃった形になりますね、はい、いや、もうめちゃめちゃきついですね。うわ、優勝候補がいきなり走っちゃったっすね。はい、
ちなみに今時間ってどのぐらいなんですかね。あ、そっか、一応50、60分20分、なるほどなるほど。意外とみんなスペースが早いんで、はい、全然大丈夫。ね、親を持ってきてなんとか連チャンすればと思ったんですけど、はい、時間もね、はい、あるということで。そうでした、そうでした。ラスト親だからとりあえず粘ってラスト親持ってきてってやってたら、はい、はい、この曲で終了ですみたいになっちゃうかもしれないんだ。そうですよね。はい、やこれなので松原と原にとってはもう早く親をとにかく回すがテーマになりますかね。そっかそっかそっか。まあ、かっちゃんも515持ってるけど、うん、どうせ親来ないとはまくれないしなみたいな感じだ。さあもうすでに北村が仕掛けています。一応大三元あるし仕掛けました、ね、はい、白ポンから入ってます、はいはい、赤赤またね、いや形もいいし打点もある、また来るぞ。他はこれ初をポンできた、ここであとチュン3枚持ってくれば、はい、大三元だ。チュンが、あ、1枚1枚持たれてるのか、3枚は持ってこれないんだ、じゃあ2枚持ってきてポンさせてもらうとそう、松原さんもうでもね、わかんないけどもうトップしかダメっていう麻雀においては、はい、別に今の瞬間チューンとかも全然普通にあったと思いますね。うん、今だったら、まあ、だったらというかもうね、昭和のなんかベタ折りしてらんないから、確かに先にもう一回難しいんですけど、もうこれ結構もうだいぶ勝俣さんスーパースーパー有利なんです。あ、これでチューン聞いた、チューン統一になったら嬉しいですね、うん、スーパースーパー有利でね、これを覆すのはやっぱそうね、まあ、まずはカッチャン以外がまず上がって親が来ないとどうしようもないもんね。さあ果敢です北村。おう、でもこれ想像の方率ね、めっちゃ上がれそうですね。はい、はい、現在イーシャン点です、うん、そうですね、くっつきの形になってますね。カッチャンはもうやめてもいいのかな。想像持ってきて万願宝珠とかはちょっとバカバカしいんで、うん、そうっすね、まあ、1曲でも消化できれば、はい、北村はね、打点をやっぱ伴って残り3曲って立ってたのが、はい、残り2曲ってなっちゃうわけですよね。そう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 、あ、なんかでもカッチャンがパン屋に行きましたね。7789から7ポンしてます。そして松原もチューンをあんこになりました。あ、いいシャンテンですね。はい、はい、さ、勝俣まだやる気だそうですね。あの、まだ張ってないだろうプラス、うんうん、想像打たなきゃ何にも気がしないだろうで、うん、なんか想像がね出てくようなテンパイだったら諦めるかもしれないですね。さあ北村はテンパイを入れています。3層と2層のシャンポン待ち、うん、さあ想像の本一、ヤクヤク本一になっています。トップまでがそうですね、3万7000差で合ってる、3万トップまで7000差か、うん、そうですね、あ、そうですね、はい、まあ、とりあえず1回マンツもしたら親なんで1万2000縮まって、うんうん、はい、あ、そして加熱もマンツもぐらいでいけるようになるんだね。おー、リーチ来た。さあ松原がチュンをあんこにした後ペンサンスを引き入れてサブロスを待ち、はいはいはい、素晴らしい、3と引いてサブロスになったの、それは嬉しい、はい、いい形でのリーチ、はい、ソーズのね本一がいるものの、うん、さあこれはどうなるか。三層がまだ残り1枚あるかな、1個あるか、ローソーが、ローソーはもっとあるか、2枚、ね、あ、そうですね、あ、3枚あるんだ、3枚あるね、まあまあ、ってことはかっちゃんがサブロス引いてテンパることもある。なるほど。さあ現在北村、そして松原からはリーチ。原さんはね、耐えるしかないね。はい、ちょっとお休みです。うん、あとは本当にラスト親がちゃんと時間内に来るかどうか。さあ勝又はテンパ入れることができるか。ああ、これで結構ギブアップっぽいですね。マンズ抜くか。うん。パワーワンは T1 ポンが自分でしてて、うんうん、切り順でパワーワンぐらいって感じかな。ひとまずイーシャンテンの形は保っています。そうですね、お、待ちが良くなりますよ。6球層に変えれる、カエージ、カエージだ、あー、そうなんだ、カエージでしたね。そうですね、6球層は切れてないんですけどね。球層1切れですね。球層が1切れなだけですね。球層切れた後誰も合わせてないんで。まだ球層いそうですね。だいぶ球層はね、うん、上がれそうなんで、ちょっと勝負した方が良かったかな。ウーソー1枚。まあ現物だったらね、地層がちょっと弱気に。うんうんうん、ああ、勝負した。サブロソーになりましたね。さあここで勝又からもテンパイが入る。さあこれで3人テンパイ、しかも高め3色、勝又か北村か、同じ点だね、サブロッソ、はい、一緒です。松原と勝又はサブロッソ、しかも三蔵で親マンもあるね。
で三層とウーソーのシャンポン町が北村で3人で争っています。三層しか上がれないのは北村だ。はい、老僧がまだ2枚ある。これなあ、もうかっちゃん上がったら相当決まりそうだな。これも結構どこまでいってますね。はい、うん、どこまで行くかなと思ったんですけど、おーな点勝ちました。さあ集まったぞ。裏が欲しいぞ。実もチュン。裏が出ない。ないのね。さあここでリーチつもチュン千二千の一本馬千百二千百のつま上がり。いやー裏一でいい。そうね、欲しかったね。はい。一応これで親番が来たんで、この親次第でもまだトップありますね。はい。北村さんはもうなんかすごい顔してました今ね。しんどすぎる。うーん、今のが残しちゃうと、もうそうですね、そろそろ普通の手じゃダメになってきちゃいますね。はい、さあ手配整えていきます。何の3曲になりました。松原の親番です。現在5200点。親番とはいえね、時間との戦いもありますので、はい、そうだね、うん、小さい点数を地道にとはいかないですよね。まあいかないけど、まあ、時間もよくわかんないだろうしな。とにかく上がり続けるだけですね。もう一応残り10分になったらあちらに声がかけられると。じゃあ一応10分以上あることは分かってるってことだね。はい、うん、まあ、でも体感でそんなにあるとは思えないもんね。そうですね、うん、さあドラはイーマンです。何三曲になっています。あれはダブナンガドイツ、うん、なんか親持ってくれば、うん、一撃とかでまだまくれる点差ではあるのかな。うん、4セーブはちょっと届かないけど。ちょっとまずダブナン泣いて。そうだね。はい。うん、いや勝つまた手がいい。あれイーシャンテンじゃん。イーシャンテンです。いや松原親番です。おお、タグしようとします、ね。シャーシャーといつ落としの選択。うん。花さんも一応ダブナンに何か絡めたいよね。だからこの E1 はくっつけたい。ちゃんと、はい、あドラなんだよね。あ、なるほど、失礼しました、うん、ただここが良すぎるか。良すぎるね。ああ、頭できちゃった。あ、まあ、これはダマかな。まあ、リッチでもいいけども。さあピン、これでピンフのテンパイを入れます。6球満待ち。オーラスの原さんとの直対を有利にするために、はい、リーチしましたね。はい、はい、これ村上さんもリーチですか。これリーチですね、はい、この順目のね、ちょっと高め単品ですから、ね、はい、オーラス原さんにどんな手が入るか分かんないからね。そうですね、ちょっとでも点差はつけておきたい。より条件をきつくというか、はい、そうですね。一応ルール上最後、はい、両サイドが上がってその自分が勝つっていう可能性は一応ないはずなんですよね。あ、はい、はいはいはい、そうだから最後はやっぱりあの原さんか自分が上がるみたいな戦いになるんで、うん、まあ、点差はね、なんか広げられれば広げられるほどいいということですね。でも原さん冷静に回ってますね。こうなんといつ落とし。なんとかね、時間と残りの自分のこの親にかけて。そうですね。もうしょうがない。この家がとにかく補充せずに積もってもらうか、他の人が打ってもらって、最後親で頑張るぞということで。はい。はい、こっからなんか何切って上がれるんだって感じだもんね。何度もね、結構耐える選択が多いですね。そうですね。耐えてますよね。さあ、ね、そして松原は親、うん、本当にこれ最後の親なんです。そう、これはまあ正直ゆる、あの降りること許されないんで、これ補充ですね。これ9番無理よ。あ、これだ、これ無理。そうですね、うん、さあロンの声かかります。リーチピンフ裏ドラは乗りません。2000点。たださらに加点して、そして松原の親がこれで終わった形になります。はい、はい、これで原対、勝又のね、はい、一騎打ちですね。さあこの2人、もちろん勝又が相当有利。ただちょっと追いかける原の表情がね、苦しいというよりは少しちょっと楽しそうに見えました。いいメンタルしてるね。はい、手配を、おやっといいってきたじゃん。そうですね、両面ターツも豊富、マンズは一メンツ、うん、十分か。 M リーグルールは上がりやめがないので、はい、一回勝又がね、原さんに例えば親マンとか打っちゃってまくられても、うんうん、もう一曲できるんで。そうですね、勝又は結構もう手が入ったら決めにいけるってことですよね。さあ決めに行ける手はどうか。決めに行ける手入ったかしら。ああ入ってんな。ちょっとこの後映りますね。めちゃめちゃ入ってんな。今ね大変なものを見てしまった。これです。もう。あの、すいません、貼ってます。待ってくださいよ。ね。私条件計算、ちょっと計算をしようとしたら、してたらもう
待ってくださいよ先輩。これも原さんいい手だなと思って一瞬見逃したら、あ、残り10分、あ、じゃあちょっと言いに行くみたいなね。そうです、静かにしましょう。こんなことあります？買ってるって換算層単葉天杯、ね、ダブリしなくていい状況っていうね。そういうこと、ね、三層は三山、まあまあ変化もねありますからね。でもとにかくね、他の人もこれ打っちゃうもん今だったら。え、打っちゃいますよ。そう、なるべくね、他にも役番とかみんなね狙いたいところだし、大きいの狙いたいのに三層なんてピョンですよ。そうそう、もうこれね松原さんのまあね、スワン国国士行くわけで。そうですね、もう打っちゃう。原ももしここで三層持ってきたら、まあ、まだすぐに飽きられるね。そうですね、うん、ドライマンで1枚あるところ、まあ、いやもうめちゃめちゃリーチしたよ。いやもう私三層が全部ワンパイだって今じゃあちょっと、あ、でもな、今これ言うとメイジャンクさんに悪いのか。いやまあそうですね一応ね、はい、まあ、ただいやいいですよ、さすがにメイジャンクさんというか今勝俣なんで。あ、じゃあちょっと早すぎるんで、はい、でももうちょっと見たいこの行方を。そうね、せめてね、なんか親に入ってちょっとだけ買っちゃうどうするかとかね、見せてほしいよね、はい。いやー、あっという間だ。まあ終わっちゃうだろうな。だって三蔵ってなんか3人で積もってるみたいな感じだから、ね、本当そうなんですよ。原さんだけは多分まだ一旦手にとどまる。そう、よし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 、進むぞ。ただなんならこれで三蔵もあんまとどまんないかもしれないね確かに、わかんないけど。北村さんってこれ、ね、いやもう一メンツあそこで作る構想ないですよね。いやまあ一旦は止まるかもしれない。ああ良くなったね、街が。はい、ウッパー、はいって言っちゃった。はい、ああ嘘、終わった。ああ、終わりです。さあここで単葉を上がる、はい、貫禄がちだ。さあここは見事に、いやでもやっぱあのチーピンツモが激アツすぎました ね、 なんかね、めちゃめちゃかっこいいの見ましたね。さあというわけでこれで A 卓、予選 A 卓が終了したこととなります。さあ見事 A 卓から勝ち上がりを決めたのは勝俣健二プロ、メイジャンクチームということになりました。おめでとうございます。いやー、助っ人が強力すぎる。強力すぎました。はい、まあ一旦この後に、選手に来ていただきまして、全選手にねちょっと感想をお伺いしていきたいなというところなんですけれども、ちょっとね苦しい選手もいましたね。あと北村さんもね、うん、序盤リーチしっかり打っての、うん、はい、あったんですけど、方中に回る展開も多かったということになりました。さあ今準備をしております。そして皆さんには予選 A 卓のこれすごいですね、点数の推移なども映っているかと思います。さあそしてこのような結果となりました。トップから勝俣健二プロ、2着が原恵梨香プロ、そして3着が北村さん、そして4着が松原さんという並びになりました。さあ松原さん、取れます、どうぞ。取れます、ね、はいはい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、まずは対局を終えてドキドキだったと思いますけれども、はい、どうでしたか。まず戦映像対局で戦ってみて。いや、もう緊張しました。トンの一曲とか、あのいきなりギャンカンのところからタラの3ピン待ちにするか、ウピン待ちにするか、あとはリーチするのかとか、いろいろ選択があってちょっと振り手になっちゃったりもしたんですけど、ギャンカン間違えたので振り手になっちゃったんですけど、うん、7を換算日にリーチです。換算日にリーチ、リーチです。ドラ待ちでバチッと、ウピン切れてるし、あ、3ピンがドラだし、はい、一番高いんで、はい、はい、なんか普段通りじゃなかった、もしかして。そんなことはない。今ちょっと変な台を重ねて怒られてました。あ、ちょっと落ち込んでるの、はい、あの菅原さんにね、はい、社長にね。いやいや、でも確かに僕も一応麻雀も見たことあるんで、なんかもしかしたら緊張して普段とちょっと違うのかなっていう感じはありましたね。はい、うん、いっぱい振りました、はい、そうね。なんか法人もなんか納得の法人っていうか、なんかこれで良かったのかしらみたいな感じの法人もあったし ね、 ね、なんかその辺はまあこれから強くなっていくんだと思うんです、はい、ただね、これでちゃんとこういう方がいいのかなって言ってもらった映像が残ってるということで、うん、後で見ながらちょっとね、また勉強を反省していきます。いやいやいや、でも本当にお疲れ様でした。応援の、ね、言葉もいただいてたので、よかったら皆さんにも一言、応援していただきありがとうございました。
あとは社長に託します、うん、そうだ、まだねチームとして敗退したわけじゃないんで、はい、はい、ま、応援ですね、うん、はい、応援します。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんごめん、狭くこれ物をどかそうか。さあ続きましてはピンクイオンから北村さんです。はい、通ります。お疲れ様でした。よいしょ。対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、最後は点数作らなきゃいけなくなったり苦しい展開に後半になっちゃったんですが、戦いを終えてみていかがでしたか。そうですね、まあ敗因は勝俣さんの運だけの敗定チップインツーです。力がこもってたな。めちゃめちゃ技術ありましたからね。まあ、あのそうですね、まあ、パスを鉄地やったなっていうのを今、あのパスとはどの時ですか。難波の親番の難波装置で、はい、なんと2万のシャンポンバッグ、おお取れたのをスルーしたんだ。スルーしちゃったね。はいはいはい、まあ、あれは鉄地やったなっていうのは思いましたね。なんが多分じゃあ勝俣さんに流れるんで、なんもしかしたら打ってくれた可能性がなくはないと思いますね。あ、でもリーチまでたどり着いたしね。なんか、うん、まあそんなに、まあまあ確かに俺見逃しててね、パスを落ちした方が良かったとか言ってなかったですけど、うんうん、こっちの席では、うん、全然チーティーの漫画は、はい、確かに取った方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、それと、あと、まあ、トイン局のやっぱり一通のペンチピンが上がれなくて、はい、3ピン短期に振り込んでいいですかね、うん、いや、あれはでもね、全く問題ないっていうかしょうがない。そうですね、そうそうそう、ペンチピンリーチナイスだったんですけど、はい、あのあと、まあ、想像の方一やってた時に、うんうん、三層とウーソーのシャンポンで、うん、チーソーを持ってきたんですね。そうだね。で、なんかいい形に振り替えができたんですけど、あのまま三層とウーソーのシャンポンの、そうですね、勝俣さんが申してたんで、うん、もうあの三層、まあまあ、ウーソーうん、がちょっと勝間さんに濃すぎるかなと思って、勝間さんに振り込みがちょっと嫌でっていうのがあって、まあ地層が、まあ、面現物でしたね。現物で、まあ、通ってからも勝間さん押してたんで地層が通るかなっていうところで、はい、まあ、地層つもぎったっていう感じですね。うん、そうですね、まあ、でもなんか展望なかったからちょっと強気に無双では良かったかなって思います。9層誰も回してなかったんで、ね、6球層が結構上がれそうだったんで、まあ実際に山にもいたんですけど、どうせそれやってもローソつもらえちゃいましたね。はい、しかないですね、うん、ちょっとあの不等しいスタイルでやったんですけどダメです。あとは相方に託すということで、はい、最後に応援してくださった皆さんに一言お願いします。あ、はい、皆さん応援ありがとうございました。ちょっとあの力不足で、あのあとはもうまだ来てない渋川さんにまだ来てない本当に仕方なったんですけど、ぜひ頑張ってほしいなと思います。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。隣にいました竹消防チームから原プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ勝俣さんと戦いましたね、はい、どうでしたか。迫力がすごい。と苦しい手が多かった、正直多かったんですけど、う、うん、すごくうまく打ち回している印象がありました、うん、どうでした。いや内容めっちゃ良かったと思いますけど、はい、あの耐えるべき時に一生懸命耐えて上がれる時にスコンと上がってね、なんか、はい、本当にいい麻雀打っても別に勝てるわけじゃないのがね麻雀なんで、はい、全然しゃあないですね多分。本当にお見事な場面だったりとか、うん、あと転売能点とかでもね少しずつ縮めようっていう、うん、ね、あの赤ウソの地点もね、はい、しっかり取ってよかったし、はい、まあ、あとダメな手をなんか本一に行ってね、うん、一社の手まで行って、まあ、日本チートに決めりゃね、初重ねて単テンパイだったかもしれないですけど、無理だよね、無理だよね、メンツ店でもあるんだからね、絶対無理だよね、はい、あ、来た、あ、どうしました。いや、今ヨナちゃんが来たのかと思う。あー、そういえばチームメイトがまだまだ、そっか、じゃあこの後はチームメイトに託す、はい、ヨナちゃん、絶対勝ってくださいお願いしますありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ、はい、すいません。はい、さあ、そして、なんかちょっとニヤニヤしてきましたね。はい、というわけで、メイジャンクチーム、見事トップで通過ということになりました。はい、決勝進出は勝俣健二プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最初の決勝進出、はい、そうですね。危ねえ。いや、オープニングでね、でかいこと言っちゃったから、はい、あ、確かに、自分でプレッシャーかけそうそう、危ねえと思って、正直、あ、途中までは、本当に対局入れずに負けちゃうんじゃないかちょっと思ってましたが見事でした、うん、あ、チーピンの時力こもってましたね。ね、あれ履いてめちゃめちゃ、これ積もったかっけえなと思ってたでしょ。いや、リーチだったあ、リーチ嘘でしょそっち。いや、でも大体の履いてもテンパイ取りたかったから、あ、はい、
チーピンより危険度が高い牌があんまなかったなかったから、うん、まあまああるんですけど、あ、まあ、じゃあでもまあまあ圧倒的に少ないから、うん、まあでもまあまあ、まあ、いや十分でしょ、あれね、ペンサーズを引いてね、うん、最後チーピン引いてね、なんかもう、ね、かっこよかった、はい、最後のハイパイずるいし、そう、もう私計算しようと思って書いて、で一巡じゃあこういう買わせる手は入ってつってみんながざわざわってしてたからダブリーだったもんね、ダブリーせず、はい、みんなからなんでダブリーしないんだってコメントすごかったですよダブリーはね決勝に取っておきたいと思います、はいはい、まあまああれはやっぱね、あのちゃんと助っ人で呼ばれてるので、ね、ふざけたらよくないからね、しっかり勝つためにダバテにするべきです、はい、お見事でした、はい、それでは決勝に向けてじゃあ意気込みの方お願いします。決勝に向けて、はい、あ、まあ、あの今からね、ビシッと B タクから D タクまで見て、はい、あの相手がどんな打ち方かなってチェックしたいと思います。かしこまりました、やる気十分です。さあ本当におめでとうございます。ありがとうございました。